三田佳子、若い頃が美人すぎると話題に。役者として長年にわたり活躍されている三田佳子さん、実力派女優として様々な作品に名を連ねていますが、若い頃はとっても美人な女優さんとしても知られていたんですね。今回は三田さんの経歴などについて紹介します。経歴。三田佳子さんは1941年10月8日生まれ、大阪府大阪市で生まれ、生後半年で東京に移り、3歳の時には山梨へ疎開、戦後は下北沢や中野区など再び東京で育たれました。激動の幼少期を経て、中学高校時代からすでに多数のテレビに出演、高校在学中から映画会社数社にスカウトされるなど注目を集める存在でした。しかし三田さんはそれらのスカウトを断り続け、高校を卒業した1960年の春、第二東映に入社しました。1960年、映画「やられてたまるか」で女優デビューを果たすと、その年から毎年のように年10本前後の映画に出演。デビュー当初から主役級での起用が目立ち、まさしく東映映画の看板女優だったんですね。1967年に東映を退社、フリーとなった後もテレビと舞台を中心に活動されました。1984年 W の悲劇で女優役の演技が高く評価され、キネマ旬報賞、助演女優賞など様々な賞を受賞しました。さらに1986年には橋田壽賀子さんが脚本を務めた大河ドラマ命で主演に抜擢、高視聴率を獲得しました。1989年、1990年には NHK 紅白歌合戦の赤組司会も担当、まさに国民的女優だったんですね。その後、1996年には子宮体がんが発覚、緊急入院となるなど、一時期仕事を休まれることもありましたが、2000年代も役者として活躍を続けています。弱いおよそ80歳となった2021年にもドラマ「プロミスシンデレラ」に出演、今後もさらなる活躍を続けていかれるのだと思います。昔の伝説エピソード。長年にわたり芸能界で活躍されている三田さん、さまざまな伝説エピソードをお持ちですよ。早速紹介していきましょう。大河ドラマで複数回主演。NHK 大河ドラマへの出演回数が多い三田さん。1965年の最高期で初出演、その50年後となる2015年の花燃ゆにも出演されているんですね。また、1986年の命と1994年の花の乱では主演をされています。大河ドラマで複数回主演を務めた女優は今のところ、三田さんだけなんですって。高額納税者番付にランクイン。1991年から1994年までの間、高額納税者番付の俳優・タレント部門でなんと首位に輝いていたそうです。それだけたくさん仕事をされていた、たくさんの作品に出演されていたということですね。宝島社の日本の女優100人にも掲載、絶対的な地位を手にされていました。親バカな一面も。たびたびの活動休止、活動自粛をされていた三田さん、その理由は彼女の次男。1998年に高橋優也さんが覚醒剤取締法で逮捕された際に、母が女優ということで未成年である息子の事件が報道されてかわいそうと発言、毎月50万円の小遣いを渡していたことを明かし、世間から批判を集めてしまいました。高橋さんは2000年、2007年にも覚醒剤所持で逮捕されており、2007年の際には今も月70万円の小遣いを渡しているといった発言も。しかし2018年にまた逮捕されてしまった際には、親としてはもう力及ばずと発言されていました。
アニメーション声優にも挑戦。2014年に公開されたアニメーション映画ポケモン・ザ・ムービー XY 破壊の眉とディアンシーでは声の出演をされています。演じたのはゼルニアスという伝説のポケモンの役。さすがに本人もオファーをもらった時には驚かれたそうです。数々の受賞歴、長い役者キャリアの中で三田さんは様々な賞を受賞されています。冬季落日で日本アカデミー賞、最優秀主演女優賞、ブルーリボン主演女優賞、 W の悲劇で日本アカデミー賞、最優秀助演女優賞、ブルーリボン助演女優賞。他にも日本アカデミー賞優秀主演女優賞を別れぬ理由などの複数の作品で受賞し、毎日映画コンクール、報知映画賞、日刊スポーツ映画大賞、文化庁芸術祭賞、ゴールデングロス賞、ゴールデンアロー賞、エランドール賞といった名だたる映画賞で表彰されていますよ。2014年には旭日小綬章を受賞。三田さんの役者としての功績が高く評価されていることがわかりますね。若い頃の画像集。三田佳子さんの若い頃の画像を紹介していきますよ。1964年公開の古和育ちでの三田さん。20代前半とまだ若かった三田さんですが、社会派演技を見事にこなし、また一つ名を挙げられました。1965年にリリースされたシングル、白い橋のジャケット写真です。三田さんは音楽活動もされていたんですね。様々なレコード会社から計9枚のシングルをリリースされています。1986年、松下電器の冷蔵庫の CM に出演された時の三田さん。CM にも引っ張りだこだった三田さんは、松下電器の CM にも10年にわたって起用され続けました。紅白歌合戦の赤組司会を務められた時の三田さんです。鮮やかな赤いドレスに優勝旗が生えていますね。まとめ。今回は三田佳子さんについての紹介でした。2020年には23年ぶりの連続ドラマ主演で話題になった三田さん。これからの活躍にも要注目です。